ごきげんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画はこちら、イチジクです。イチジク、剪定と寒肥をあげないとたくさん実がなりませんの動画です。今日は12月の28日、オリピーのイチジク、葉っぱがなくなってます。冬はね、落葉植物の剪定の時期になります。また寒肥をあげることによって実つきが良くなります。ぜひね、たくさん実をつけたい方はね、最後まで動画をご覧ください。オリピーの一文字仕立てのイチジクです。何度もね、あの動画に出てきてるイチジクになります。オリピーの育ててるイチジクは夏秋兼用種になります。今日ね、やる剪定は秋化の剪定方法になります。オリピーは秋化でイチジクを収穫するので、今日ね、やるのはね、秋化の剪定になります。簡単に言うと、伸びた枝にイチジクがなるっていう剪定方法になります。剪定する時期ですが、1月ね、いっぱいまでに剪定を終わらせてください。イチジクは12月、1月、2月と冬の間、休眠期に入ります。植物がね、冬眠に入っている、眠ってしまう状態になります。その時に剪定をしてあげると木に負担がかかりません。人間で言うなら、手術の時にね、麻酔をかけた状態になってます。それならね、痛くもないのでね、手術がしやすくなりますよね。またね、子供で言うとね、爪を切る時ですね。起きてるとね、爪を切るの嫌がるんですけど、寝てる時にね、こそーっと切ってしまう、そんな感じです。それでは剪定をしていきます。まずね、これ剪定する枝を見てください。剪定する位置ですが、一節目と二節目のね、間で切ってください。二節目とね、三節目の間とか、いろいろね、あの剪定する場所はあるとは思うんですけど、いろいろリピーやってみたんですけど、そんなにね、どこで切っても変わらないです。オリピーのおすすめはね、一節目と二節目の間で切ってください。この枝をよく見ると、2023年のね、1月にね、この位置で切ってます。今オリピーがね、あの剪定バサミをね、こう入れたとこですね。2023年のね、春からね、この枝が伸び始めました。ちょうどね、これ一節目とね、二節目の間からこれ伸びてますね。枝がね、伸びていくと、節のところに実がついていきます。下からね、順に実がついていきます。剪定しようと思いますが、枝がね、これちょっと太くて、剪定バサミだとね、ちょっと傷んでしまうので、剪定バサミが傷んでしまうので、使うのはね、これノコギリ、ノコギリでイチジクの枝を切っていきます。ここですね、一節目とね、二節目の間ですよ。ここで切っていきます。イチジク剪定しました。イチジクをね、剪定する角度なんですが、あの水平よりかは少しね、斜めで切ってもらうといいと思います。水平だとね、そこに結構水がこう溜まってしまうことがあるので、斜めに切った方がね、オリピはね、ちょっといいかなと思ってます。だいたいね、角度で言うとね、10度ぐらいですね、10度か15度ぐらいで切ってください。次の枝を見てみます。よくね、観察してください。こちら、ここですね。この枝が
2023年の春からね、これ伸びた枝になります。やっぱり一節目ですね、ここが。でその上がね、二節目になります。で元に戻って、これ下ですね、ここが2022年の春から伸びた枝になります。そのね、伸びた枝を2023年の1月に剪定しました。剪定するとね、2023年の春からこのね、太い枝ですね、今回ここ伸びてイチジクをたくさんつけてくれました。通常だとね、この一節目と二節目の間で剪定するんですけど、オリピーはね、そんなことしません。この枝はゼロ節剪定いきます。去年伸びた、去年2022年にね、伸びた枝のね、根元の根元、去年伸びたね、根元からこれいきますよ。これゼロ節剪定、このね、ゼロ節剪定がどうなったかね、気になる方はね、ぜひね、チャンネル登録してください。ちゃんとね、実ができるのかとか、ちゃんと枝生えてくるの、芽が出てくるのっていうのをね、気になる方、チャンネル登録お願いします。オリピーのゼロ節剪定です。あとね、これね、切っていくとね、ちょっと切れにくくなるので、さて枝をね、ちょっとね、隙間を開けてちょっと傾けてやるとね、切れます。はい、ゼロ節剪定完了です。オリピーのね、予想ですけど、芽はね、出てくるとは思うんですけど、どこから出てくるかは分かりません。全く分かりません。多分ね、出てきてくれるとはね、思います。ここでね、オリピーのイチジクがどれぐらいの大きさかね、メジャーで測っていきます。ちょっとね、イチジクの3サイズを測ります。じゃあここですね、まずね、この、ね、根元、ヒップですね、ヒップ、はい、こうすると目盛りはね、 17.5 かな、16.5 だな、 16.5。 じゃあここウエスト、ちょうどね、一文字仕立てのね、その枝ですね、 12.5、 ウエスト 12.5 です。次はね、このね、剪定したね、この枝ですね、これちょっと測ってみます。これね、バスト、ここがバストでいいのかな、よくわからんけどこれ測っていきます。このね、太さが、ちょっと待ってくださいね、今測りますね。はい、9、8、8、ちょっと切りますね、 7.8 ですね、 7.8 ぐらい、 7.8 センチ。イチジクの一文字仕立て、右側3つ目です。このね、枝もよく見てみますね。まずはこの枝です。この枝はね、2022年の春から伸びた枝で、そこをね、剪定しました。2023年の冬にね、剪定して、そうすると2023年の春から伸びてきた枝です。普通だとね、ここの2023年の伸びた一節目とね、二節目で切ればいいんですけど、オリピーはそんなことしません、またここ2022年の伸びた、春から伸びた枝のここ一節目と二節目の間で、ここでちょっと剪定したいと思います。じゃあね、切りますね。まあ皆さん、こんなことしないでくださいね。2023年の春から伸びた枝の一節目と二節目の間で切ってください。オリピーはね、これちょっとね、実験でやってます。真似しないでください。良い子は真似しちゃダメだよ。
左手でねちょっと枝をこう傾けると、この切ってるところにね隙間ができるので、これね切りやすくなります。そうですね、こうやってやると、はい、剪定終わりました。一文字仕立てのねこれ左側です。まずね左側の1つ目、これは剪定バサミで剪定しました。じゃあ左側の2つ目、これはねノコギリで剪定します。またね細かい動画が見たい方はねコメントで書いていただければね、もしよかったら出しますので、ぜひコメントで、動画もうちょっと見たいって書いてください。そしたらね動画出しますのでお願いします。じゃあこれねハサミで、ハサミじゃない、ノコギリで剪定しました。はい、剪定完成です。剪定が終わったら寒肥です。まずはねこれ肥料ですね、油かす使います。要はね油かすとかちょっとねゆっくり効く、そうね刺激がねこう強くない肥料を使ってもらった方がいいですね。有機肥料を使ってもらった方がいいです。あとこちらバッドグアド、これも有機肥料。有機肥料は直接植物に効くわけではなくて、微生物さんたちがね一回分解してくれます肥料に。それで春から植物がね肥料を吸って成長してくれます。あとね有機石灰もねこれ入れます。じゃあここにまあこの根元じゃなくて少しね離れたとこですね、1メーターぐらい、50センチからね1メーターぐらい離れたところにちょっとね穴を掘ってきます。はい、じゃあこれちょっとね硬いちょっとね硬い、これちょっとね土がカチ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 なので、今回ね作ったね肥料とあとね堆肥もねちょっとね混ぜようかなと思います。ちょっと一回ね穴掘りますね。さて穴どんどん掘ってってください。冬の時期は根をねちょ少しぐらいね切ってしまっても全く問題ないので、とてもね作業しやすい季節時期になります。はい、じゃあこれね肥料入れました。あとそこに土壌改良剤で土壌ねちょっとねふかふかにします。お馬の堆肥、お馬の堆肥入れます。オリッピーこれで、これを撒いてこのようにね土と混ぜてあげてください。そうするとね土がふかふかになります。はい、これをねだいたいね3箇所かね4箇所ぐらいやってください。だいたいね根元から1メーター50センチからね1メーター離れた箇所でこう土に穴を掘って、肥料とあとね堆肥ですね、お馬の堆肥、何でもいいですよ、牛糞とか腐葉土とかね、そういうのでも大丈夫です。もしねめんどくさい人はねこうやって土の上に堆肥撒いておいてください。それでもね変わってきますのでね。はい、今回の動画良かった方グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。オリピーでした。